戻ってもらってみます。北見式焼き肉いいのかね。北見式焼き肉やっていきたいと。よいしょ。北見式焼き肉の準備。必要だよね。まずは軽トラを盗む。ちょうどいい。ある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 。鍵がでもないとエンジンかかんないからね。ついております。気をつけてください、農家の皆さん、本当に。盗まれ放題ですから。搭載完了。どこでやるかな。適当に決めるか。この広大な大地、これが北見式よ。大体こんなもんだから、景色どこ行ったってこんなもんだから、この街はプレハブみたいなのあるんで、あそこの近くでやっていいんじゃないかな。今んとこ家主にはバレておりません。このまま準備を進めていきたいと思います。焚き付けを使うとかじゃなくって引き割ってやるわけですね。これが北見式焼肉ということで、ベスターとかそういったものは使わないということですね。大変なことが起こりました。ジージーが所有している焼肉ハウスみたいなところがあると、これが北見、そう、なんとなく来て焼肉ハウスあるなんて思ってなかったから外で準備してたんですけども、焼肉ハウスある、ちょっと行ってみましょう。食べ物も全部ある。ちょっと待って、やば、こんな、え、今水持ってきちゃったから水入れて今出し付けちゃう。風もないし、ここ拠点と、やば、山さん、ちょやめてもらっていいですか。ごめんなさい、あの撮影中なので困るんで、あの一旦戻ってもらっていいですか。何で、何をやるんだ。休日を謳歌してんだよ。あ、なるほどね。焼肉ハウス紹介してもらうときにね、急に素人さんがあの割り込んできちゃってびっくりしちゃったよね。みたいな、何やってんの、何やってんのみたいな、映らしてよみたいな、映らしてよ、そういうことじゃないんですよねっていう。水神京丹さんレモン。こっちの大きい建物の中で別で焼肉をやってると。行ってみますか。こっそり覗いてみましょう。窓から覗いて、窓から。結構いい。何事もなかったかのように、スッと行ってみよう。お疲れでーす。お疲れでーす。おおって、もしかしたらなるかもしれないけど、無視して合流する。度胸が、さっきのジン一口しか飲んでないから怖いんだよな。先に火起こした方がいいのかな。先に火起こしましょうか。そうしましょう。怖いね。北見式焼肉なんですけれども、紙コップあるじゃないですか。これ椅子座ってふーっとごくごくと飲む、どこに置くかなってなった時に、ここに置ける。これが北見式焼肉のいいところですね。ここに置けるっていう。下が多分ちょっと細かいのかな、薪の大きさが大きくなってくると。風が強いっていうのも、まあ北見式焼肉の重要なファクターであるという。風が強い日にやるみたいな、風がない日にやるなんてもってのほかみたいなところはやっぱありますよね。焚き付けを使わずして火を起こすなんて、まあなかなか難しいですよね。今なんかあの燃えてるその様をメラメラじゃんって言ったんですけども、ドラクエから来てるんですかね。メラメラのメラとこなんでしょうか。あ、そうだわ。すごいね。人ん家だけど火事になっちゃう。火ばさみを忘れたということで、あっちの方のありそうなんで探しに行きましょうか。きっとなんかあるんじゃないかな。火ばさみを探しに来たんですけど、はい、なんとあっちの焼肉の現場と繋がっております。まさか繋がっているとはバレない程度に。あ、お前バレたか、バレたか。北見式焼肉、これ普通のさ、下がりとかホルモンとかがなさすぎてですね、山本さんがこっちのね焼肉今やってると思うので、どさくさに紛れながら食材を盗んでくるという。ごめんなさいとか言いながら、あ、ホルモンですね、はい、ありがとうございますって取ってくるんです。醤油がないかなということで、ここにたまたま事務所があったんで潜入。冷蔵庫物色して、醤油はないと。コーヒー飲む。コーヒー。醤油もないなんて、もうろくな事務所じゃないな、本当に。食に対する冒涜だね。ハラス。ドドン。ドドン。効果音は後につけるんで、ドドンってあの口で、そんなアナログ。新品の塩コショウ。醤油を借りることができました。寿司とかあったね。寿司とかも、我々はもう吹きさらしの中で、大変な思いをして焼肉をやっているっていうのに。シース。もう、これだもん。外出てきたらこれだもん。風。路上のプロ。路上のプロ。おーい。差し入れ。今焼きましたってなる。そうそう。北見式焼肉っていうのは、隣でやってる焼肉の団体から、物をもらうということですね。路上のプロじゃん。もらったってことは、こう。
ちの、うん、やっぱ差し入れ物騒なものを持ってらっしゃる。もう今行っちゃう。もう行っちゃうんすか。素晴らしい。嬉しい。そう、代表の富田さんや手羽餃子いただいたんで、我々からもお裾分けというか。火事になる。危ねえ。最悪。こっから離れちゃダメなのよ、我々は。これ北見式で、目離したら椅子が風で倒れて焼き台に溶けるという、大体これは日常ですね。日常の。いただきまーす。あー、なるほど。のけますか？のけましょう、この炭の方に。切れてない。切れてない。自分で切らなきゃいけない。切るのも北見式で行く。北見式で行くとかじゃなくて、全力で。全力で。基本的にナタ全部ナタで行くから。北見式焼き肉は全部ナタで行くんすね。なんだ北見はダイソーもないのかな。ハサミぐらい売ってるでしょ。アウトサイドスカート。風が風が必ず手に入れて。ちょっと時間を置くと酸化して真っ赤に発色しました。詳しいんだよな。とにかく詳しい。いちいち詳しい。俺いつまでコックやってんだろうってコック妙理に尽きるところはあるかもしれないですね。つぼ焼き風味いただきまーす。はいしょ。羨ましいな。ワイワイして我々は外で二人でね、風も吹きまくってるところで羨ましいの中入りたいな。塩どうなの、いける？行ってみようか。全部こっち。くそーさっき車たくさん止まってたと思うんですけども、あっち移動してみようかな。風のないところに行ってみてもいいんじゃないかな。ね、どこまで行こうか。風のない場所へ。現金？これはやばいか。便所の前。あんなに人いたのに誰もいない。ここに。あ、ちょ。左が悪い。だけるね。我々はね、寒い思いしさ、外でやったのにさ、こちらの代表の方はさ、ぬくぬくとこの風もないところで焼き肉やってんだよ。これから重役会議に、ね、そうですね、参戦するという方向で、こちらの CEO はね、顔を映した不動産を俳優から作ったバイオディーゼル燃料試すとこがないなと思ったんですけども、あるんすか。試させてあげるよ、小型トラクターで。ドゥーン100% でいけるかっていう。あ、あっちでしょ、あのトラックでしょ。あ、こっち？こっちです。しっかりぶっ壊れたりしてね。農業っていうのは、儲かるんだね。儲かるんすかね。適当なことをやって、